皆さんこんにちは、キワです。今日はチャンスボールの打ち込み方、フォア編です。小野田プロ、高尾プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、タイミング、ボールを捉えるタイミングとか、なんか意識してることありますか？僕は、ね、結構溜めるタイプです。打つ前に溜めて、相手見てから打つタイプなんで、流れであんまりいかないですね。じゃあ決め打ちじゃなくて、ある程度相手の動きとかを見てからこう選択する、はい、場合によってはこうアプローチしなきゃいけない時もありますけど、それでもしっかり溜めてから打っていくタイプですね。そこはね、結構だなあなあとこうダラ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 いくと、あんまりいいボールにならなかった経験の方が多いんですよ。だそこはね、しっかり打っていった方が距離も短いから、逆に打たないとふかしちゃう、ちょっと危険なショットでもありますよね、高さによっては。Please subscribe。 ラケットがね、下行くんだよね。佐久間 P 意外とうまい、ホームラン。これね、決めたくなっちゃうからね、こういうことになるんですよ。スターテニスアカデミー、やっぱ決めようっていうボールなので、どうしてもネットに行くことが私は多いんですね、オーバーするよりも、だから力んでこう打っちゃうことが多いですね。僕がキヤちゃんのこう打つところを見てたのは、もちろん片手だからとか両手だからっていうことじゃなくて、ちょっとこう面が下を向く傾向にあるんです。で、なぜかというと、もちろん高くこう弾んでくるボールなんで、やっぱアウトしたくないと思って下向けてこう打ちたくなる。で、下向けてしっかり振れれば回転がかかってまだボールがちょっと上に出るんだけど、そのままこうなんか入れに行っちゃう感じになると、ボールがこう最初の1球目とか、すぐ下にこう飛んでっちゃうんで、だそのあたりこう当たる面の角度であったり、あと上がってくるところのそのタイミングをうまく利用する。あまりにもこう引き込みすぎると、今度ボールにエネルギーがなくなって自分の力で打たなきゃいけなくなってくるから、そのあたりはやっぱ女性ということもあって、うまくタイミングを僕は利用してほしいなと思います。まあベースは少し今下向いてましたもんね。ちょっとね、こう構えてた時からかなり下に向くっていう傾向がありましたよね。フォローが逆に大きくなれば飛んでいくんですけど、ここもまた小さくなっちゃうんでね、スイングの幅がやっぱ小っちゃいんですよね、それとやっぱりチャンスボールは後ろからこう移動してこう前にこう行く時のタイミングが多いじゃないですか、そういう時は後ろから前に行く勢いも使っちゃっていいんです、ここで止まってくるって回るよりかは、ここから勢いを打ったままアプローチに行くぐらいの、そういうリズム感があるようなステップの方が、下から後ろからこう前に行く力もしっかり使えるのかなっていう。ちょっとじゃあ小野田プロにね、その動きを少し重視してやってもらいましょうか、今例えばこうやってきてこう止まって、多分こういう感じだと思うんです、ちょっと僕片手ですけど、だいたいちょっと下向いてて下行くっていう、この勢いを殺さないで前に行って、打ったら 2,3 歩前に走るぐらい、そうですね、勢いを必ず使わなきゃいけないですね。もうネットプレーに行きますからね、回転したとしてもね、だから決めに行くというよりかは次のボールがあると思ってやっぱやんないといけないですね、後ろから前に、左足でステップですからね、行ってボレーで自然に前に行って、スキップをね、この左足でスッと入ってこううまく使うこのステップなんですよね、今ね。はこういう、今高尾プロ言ってくれました、ステップアンドホップって言って、打ってもう一回こっちで左足でジャンプするっていう、こっちで、こういうケンケンですよ、こっち側に、これのまま後ろから前に行ってもう一回ステップしてボレーで打つっていう、OK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 、いいですよ、打ったら 2,3 歩前、2,3 歩前、慌てないで、たら OK、 そうです、その方が力が抜けちゃうからちょうどいいんですよね、そうだね、お願いします。 OK、 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 まあそれ以上打つ必要もね、ないですよね、あとはミート率アップ、もう一回いきましょうか、もう一回、いきましょう、お願いします。 OK、 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 方向性もいいしボールの勢いもいいですね、いいですね。
やっぱり下からボールがこう上がってくるんで、はい、変にラケットをこの打つ打点よりも後ろとか下にやる必要ないんですよ。そうすると下にやっちゃうとスピンをかけようと思っちゃって、はい、逆にここから上に打つ必要はあんまりないんですよね。だからあのギャちゃん今あのさっきの何球か打ったよりも、はい、しっかりこのラケットがセットが高いところにあったから高いとこからでも自然にちょっとね落ちるんで、うん、あれぐらい上に上げといていいと思います。あ、そうですね。うん、だから僕もこうねチャンスボール来た時はあのやっぱり気をつけるのはラケットを絶対上に構えるです、ね、上に構えといて、だいたい打つ、ね、頭の位置ぐらいでセットアップを高くしてし、ね、高く低く終わるっていう、うん、そう最初が低いと上げなきゃいけないから上にっていうのはないんだよね。あまりこう下から上にとかっていうのはこの低いボールで例えばここの低いところに来たらこの低いとこからアプローチはもちろんラケットするけども、まあ、高いところから下手したらねもう上から下に打ちつけるようなイメージで上に構えておいてもうこのままちょっと下に打つぐらいの方がもしかしたら楽かもしれない。この方が、うん、本当だ。ダウンスイングですね。うん、ダウンスイングでもいいんじゃないですか。ダウンスイングでいいですね。ただボールがちょっとでも低く入ってきちゃったらそれやっちゃうと今度ネットに行っちゃうしネットからこれぐらい遠いところなのに上から下に打ったら絶対ネットするからある程度サービスラインかもしくはもっと中の時にあの使えるのでそのオンダープロが言った後ろから前への移動とちょっと上から下に振っても大丈夫と思えばいいボールが行くんじゃないかなと思いますね。あと意外とやっぱりあの向こうのベースラインとここの距離が短いから小さくフォローする下がっちゃう方が多いと思うんですけど逆に長くした方がだいたいこの辺の位置の打点はフォロー終わった後大きい方が入る。ここを小さくするとやっぱ詰まったりミスするっていうまあ僕らの経験上ですけどただこのねここのスイングはやっぱり速くなきゃいけないからゆっくり大きいと今度ボールが落ちなくなっちゃうから振るんだけどもラケットヘッドがガッと最後も自分の方にこう巻き込むっていうか引っ張ってくるイメージも欲しいんだよね。ただこう向こうの相手側にっていうだけじゃない方がいいと思う。Please subscribe。 あの見ている方で多分片手の方が多いと思うんですけど、はい、こうチャンスボール打つ時にどうしても顔が先に行っちゃったりとか、はい、ここが開いちゃうことが多いと思うんですけど、うん、それってどうしたらいいとかありますか。やっぱ特にグリップをある程度厚く握ってる方なんかはある程度正面を向いて打つと思うんですね。打つ時には、はい、当たる時には、はい、これが完全に横向いて打つっていうのはほぼありえないので正面は向くんですけど、はい、あの顔そのものがいわゆる重心そのものがこうずれたりまたこう打ちに行って構えてパッと構えましたその時にもうあの顔がもう前の方向に先に流れたりすると今度ラケットが出てこないんですよ。うまくここが中心があってそこでスッと回転してくればラケットもうまくいくんですけど、うん、やっぱそれは結構多いですね。どうしてもね、これね結構気持ちの部分大きいよね。先走って打っちゃうし、うん、相手もあちょっと崩れてオープンコートできてるなっていう感じで、うん、早く決めなきゃって気持ちが、まあ、そういう風にさせちゃうのも事実なんですよね。まあ、そこは相手をしっかり見て僕だったら貯める時間を作って相手見てからしっかりここで打つっていう意識をやっぱ持った方がいいと思います、うんうん、顔が今高尾プロ言いました、はい、顔が先に行くもしくは顔が上がるとかもあるんですよ、うん、ありますね。上がるっていうのはここに力が入ってるから早く通さなきゃいけないと思って顔が上がるっていう、まあ、ここも力力んでる人もいますけど、はい、基本的にはこの辺が力入って腕を通さなきゃいけないと思ってヘッドが上がる、うん、そうすると頭とラケットの距離が遠くなるでしょ、うん、遠くなるとラケットが重く感じるからキュッて握っちゃう、うん、そうするとフェースが開いちゃう、うん、そういう連鎖反応が負の連鎖があるとダメなんですよ、うん、ここは、うん、はい、まあね、こういったことも、ね、踏まえながらぜひやっていただきましょうか、はいはいはい、じゃあ行きましょう。 Please subscribe。 OK OK、うん、ラケットセットナイスタイミングです。勢いがいいですね、今。ボールの掴むタイミングも OK、OK ですよ。では、行ってみましょう、ね。片手打ちの方だと、やっぱね、両手打ちの方が近くて打ちやすいんだろうね、うん、ラケットをそのまま。綺麗に回りますね。ナイスショットです。お願いします。もうちょっとセット高くてもいいかな。ちょっとラケットが寝ちゃいますよね、うん。もうちょっと高くセットしてていいですよ。
おー、ナイスショー。めちゃくちゃいいじゃないですか。素晴らしいボール。オーケー。オーケー。まあ、打った方向に対して動いていくっていうのがいいですね。おー、ナイスショー、ナイスショー。ちょっとラケットを高くセットしておいて、そうですそうです、変にスピンかけようとしなくていいですよ。上からそのまま振っちゃっていいです。 OK OK、ナイスショット。あと1回ずついきましょうか。ナイスショット。先に動き出してタイミング、OK、なんかだいぶ良くなりました。いや、あの力の入るタイミングもいいですよね。おー、ナイスショット。クリーンに当たってる、素晴らしい。オーケー、躊躇しないでしっかり振ってください。そう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 、ナイスショット。ラケットヘッドを少し、おー、ナイスショット、素晴らしい。Please subscribe。 足の話になりますけど、こういうふうに、まあ、俗にオープンスタンスっていうやり方と、やっぱりスクエア、この2つだと思うんですよ。で、僕は注意してるのは、クロスから飛んできたボールが例えばストレートに打つっていうこと結構難しいですね。クロスから来たボールに対して足をこうやって入れちゃうと、相手はあ、もうストレートを飛んでくるんだっていう、この足を見られて結局はもう動きをバレちゃう。だからできるだけセットアップ、ボールに時間があるときはこの体勢にしといて、どっちでも打てる、クロス、ストレート、この体勢を僕は必ず作るようにしてる。まあ、さっきもね、結構こういう体勢だったから、 そうね、それは相手から見るとどっち打つか分かんないです。うん、そういう風に時間があるときはためる、時間がないときは例えばスクエアでアプローチに行くとかっていう、まあ、ボールによってちょっと変える必要があると思います。ね、あのコースなんかっていうのは多分クロスを打とうと思っててストレートは問題ないと思うんですよ。でもストレートに打とうと思ってて、あ、相手が動いたと思ってクロスに打つっていうのはかなり、あのその入り方によって、小野のプロが言ったこのスクエアに入っちゃうと窮屈になっちゃうから、うまくクロスに打てないから、どっちでも打てるようにした方がいいよね。どっちでもパッと自分で、相手も、相手からするとどっちに来るかわからない、で自分はどっちでも打てるよ、でももうこっちはある程度決まってるけどねっていうので全然いいと思います。いつでもどっちも打とうと思うのは逆に迷ってしまうことになっちゃうから、それはやっぱ得意な場所とかね、得意なコースは作っていいですよね。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!